川崎富士見球技場にご来場いただきまして誠にありがとうございます。日本社会人アメリカンフットボールパールボールトーナメント、本日の第2試合、リクシルディアーズ対明治安田パイレーツの試合は、明治安田レシーブ。ご覧いただいた通りコイントスの結果、リクシルディアーズが勝ち後半を選択しましたので、前半は明治安田パイレーツのレシーブ、リクシルディアーズのキックで始まります。
日本社会人アメリカンフットボールワールドオールトーナメント本日の第2試合リクシルディアーズ対明治安田パイレーツの試合はファイナルスコア44対7でリクシルディアーズが勝利を収めました。